こんばんは、もちゃんです。今回紹介するのはですね、デラックスディケードドライバー、こちらを紹介したいと思います。でですね、これなんですけど、2009年なんですね。販売されたのは。で、こちらにあるのが、再販品です。2012年再販して、今も売ってます。今4000前後ですね。うん。で、ね、ライダーね、さっき。手に入れたライダー、かっこいいね。この顔のね、部分の線が入ってるの、これがバーコードをイメージしてるんですね。バーコード、要はバーコードライダーなんですね。で、このカードね、カードのこのバーコードじゃなくて、ここのバーコードで読み取るですね。このバーコードで読み取る、この機械が。で、初版品と再版品の違いなんですけど、初版品はライダーカード10枚で全部紙です。で、この再版品は全部ね、プラスチックなんです。で、ライダーカードが10枚多いんですよね。で、中身に付属してる機械は全部当時と一緒です。だから金型、後ろのね、ここに見えるかな、ここにね、2008年、ここには2009年って書いてある。金型がもうその当時の、使ってますね。で、こういう風になっててね、こうはめることができると。ライダー、ここ。後ろの部分。で、これね、ここに電池を入れるとこがある。で、これをパコッとします。パコッと、で、電源を、ここに電源があるので、こういう感じですね。超かっこいい超かっこいいで、これが再販の方についてくるライダーカードです。再販品の方に、あと10枚。こういうふうに。このカードだけでもね、価値あると思うね。プラスチックなので、まあ、傷とかね、折れたりしづらいんですね。初版品と違って。ただね、やっぱね、2、3回出し入れすると、どうしても擦れた傷ついちゃいます。2、3回で。じゃあもうね、早速ね、使ってやってみましょう。ちょっとよし、ライト消しましょう。ファイナルアタックライド。ファイナルフォームライド。
これで以上ですね。で当時ね、2009年に販売されたので、その当時のこの仮面ライダーのカード、ガンバライダーっていうのかな、ちょっとね、カードのこと詳しくないんだけど、その当時のやつで使えるのもあるらしいんですね。この本体で。うん。でもね、初めにもう20枚ついてるからね。うん、かなりね、遊べるベルトですね、これね。私は個人的に一番好きですね、このベルトが。それでは、また、視聴の方よろしくお願いします。